そっ塾の久保です。りっちゃん、メッセージ、ありがとうございます。海老名からメッセージをいただいたのと、海老名でね、えー、立花さんが活動されるってこと、んですかね、シンクロしますよね。私とりっちゃんのこのやりとりが、もしかしたらね、立花さんを呼び寄せたのかもしれませんね。ということでね、あのこの動画をご覧の皆様、えー、この動画説明欄に、私が今ね、返信動画を作ってるんですけども、このネタ、ネタのね、元となる、え老、ー、名の、りえちゃんからね、りえさんから、安部りえさんからのメッセージがあります。これがね、むちゃくちゃ、 すごいトークが上手でサムネイルも上手なんですけども洗練されてきてまさにユーチューバーって感じいやいやこれはねかなりのねあの例えばネットワークビジネスの中堅スピーカーのネットワークビジネスって言ったらもう悪いですけどもねあのこれねセミナー講師の喋り方ですよ完全にもう人をねやっぱその気にさせてくれるっていうか持ち上げてくれてあのー、すごくね盛り上げてくれて。 えー、励ましてくれるようなそんなねあのー、トークスキルとあとはね話の順番がね上手ですねこれいつの間にこうなったんでしょうか急に上手になったのかそれとももともとこうだったのか私はねここ3回のりっちゃんの動画で私が学ぶことも多いなと思いましてねこのまあね内容よりもこのね YouTube の作り方の進化っていうのはねびっくりしましたね是非ね一人でも多くの方に見ていただきたいと思いますもうあらゆるね YouTuber の中でも最も私がね聞きやすい の,そのグループに入ってますねこれはすご,いすごいです。本当に <laughs>。ではね、動画の内容についてちょっとお話し,していこうかと思います。まずですね、あの自分に正直に生きる時代、これがあ自分の幸せをもたらすってことなんですけども、実はね、えー、30年ほど前、いや、20年ほど前かな、ぐらいまでは、うんあの、まだね、需要と供給のバランスが悪かったんですよ。どっちかっていうと、まだめねあの、世の中に物が足りなかった時代です。ですんで、あの足りなかった時代ってどういうふうにすればいいかっていうと、みんなで道路を作る。 みんなでたくさん税金払うみんなで購入するみんなでテレビを見るこのみんなが同じことをすることによって生活の基盤っていうのはね今みたいな基盤を作らなくちゃいけなかった時代なんですよこの時っていうのは何がね美徳とされてきたか何が幸せの基準とされてきたかっていうと実はですね自自分を犠牲にする自己犠牲牲にににすすする己ののとと公共たために尽くすっててことが美しいとされてきたんですよでちなみにねそのもっと前は宗教心を持つことがいい時代とされてました 生きてるうちにこれをやったらああのお坊様に喜ばれて仏様に喜ばれて神様に喜ばれて、えー、死後もね安寧に過ごせますよってことなんで宗教が一つの基準だったんですよ。でもそれから高度経済成長の時代には物がないぞ俺たちは。みんな物を持ってないからみんなであの自分たちのためにも社会のためにも次の世代のためにも。 自己犠牲でやっていきましょうねっていうのが美徳だったんですよ。その時はそれが本当に素晴らしかったと思います。でも今はですね、物があふれ返っちゃったんで、みんなのために何かやるというよりも、肌としてね、我々ね、自分のために何を求めてるのかなってことが、やっとね、できるようになった時代だと思うんですよ。ですんで、これからはあの、自分に正直に生きる時代になってきました。働きたくない方は、働かずにやっていく方法を探してもいい時代なんですよ。ね、で、えー、自分のね、国家の原首 えー、今だったら安倍総理ですけど安倍総理を責めたかったら責めてもいい自由があるんですよこれがね軍事政権下だったら憲兵隊に連れてかれてすぐに拷問ですよ今そういう時代じゃないです正直に話すことが一人一人の幸せを作り一人一人が幸せだから国が幸せになるって形なんですよねですからちょっと前までは国っていうものが中心でそれが細胞分裂して個人が認められるって時代だったんですよ今は違います一人の権利を守るためにみんながね あの力を勝つ時代、まさにワンフォアオール、オールフォアワンの時代なんですよね。いやそういう風に考えていくと。 あの十分成熟した世の中に私たちが一人一人の幸せを求めるために自分の思っていることをやりたいことをやる時代なんではないかなと思います皆さんの中にもないですかねいや本当だったらこういうふうにしたいんだけどなじゃあその本当に生きましょうって感じなんですよ嘘をついちゃダメですあの嘘をつかない正直に正直に生きた結果傷つくのは幸せなんですよいいですか正直に生きた結果傷つくのも喜びであり幸せだというふうに 思えるじ思えるか可能性が高い時代です。あの人の気持ちを勝手にね決めちゃいけないですよね。うんでもあの自分の心に嘘をついてうまくいって。 嘘をついてうまくいったってどうですかよろしいですかそれで。よろしい方もいると思いますけども、私は、いいにつけ、悪いにつけ、等身大の自分で勝負していこうかと思いますけどもね。皆さんいかがでしょうかということでございます。で、強い人っていう言葉も出てきましたね。強い人っていうのは、私なりに定義すればあの、自分の弱いところを知っていて、それを受け止めているってことですよね。だから自己肯定感が強い人っていうのは、実はね、弱い人であって、強い人になろうと思ったら、自分がね、いやー、こんなことじゃないと。 まだまだ自分は自由に生きれるはずだとまだまだ可能性があるはずだというふうにもうあの自己否定ですよね自己否定論ですそっか塾の中にあるまだまだできるはずだって思うことですよねまだまだ知恵があるわけだと、うん、まだまだ自分には知らないことがあるはずだというふうにして自分のこのねリミットを決めないことです自己肯定っていうのはこれで OK になっちゃうことですからそこで終わりなんですよ。 ですから私はね自分のことを肯定すればするほど傷つきやすくなると要するに自分を自己肯定してこれでいいんだと思った時にちょっと失敗するとあれとかになってくじけるんですよでも私の場合はもともとうまくいかなくてももともとだと思ってるんでうまくいかなくてもやっぱりねって思うしうまくいったらついてるなと思うと運がいいなと思えるんですよだから私はいつも自分の人生運がいいと思ってるんですよなぜなら実力もない努力もしたことがない人脈も大してないといろんな中でねあのうまくいってるんですよ運がいいなと思います 自分の努力の結果とか、とかは全然思わないんですよ。運が良かっただけと、神様が見てくれたおかげとかね、周りの人が本当に私をね、押し上げてくれたおかげと、自分の力でできることなんて何もないなと思ってるわけなんですよね。でも自己肯定感が強い方っていうのは、よし、自分がパーフェクトだと思った時に、そうじゃない結果が訪れると、傷ついたりね、心が折れたりするんですよ。ね、鬱になったりね。 病気にななっっちゃったりすすするんですよいいいいやいや損だなと思います自己肯定感強いのは私はね本当に日本人の人口の1人に数えられてるだけでも十分ですっていう感覚ですからね。<laughs> でまあまあ,あの自己肯定感が強い方っていうのは対立もしやすいですよね。自分の考えはこれでいいんだ自分の考えで正しいんだと思ったら自己肯定感を持ってる人同士で必ず議論が起きるんですよ。ででも私は自己否定感が強いんで 対立しした時にね相手の人のの人こと言うのが正正しいいいう正んんじゃないかなかつも思うんですよだからなるほどねといろんな考え方がありますねとあなたの言うことももっともですね聞くべき点がありますねって感じでいくんでオッケーなんじゃないかなと思いますただし速化塾というものの中に入ってきた方に対してはいや私の考えに賛同して入ってきたんだから私の考えしっかり主張させてもらいますよってことになりますけどね。でも あの広い意味でね意見が対立が起きた時に私はまず自分の考えが違うんじゃないかなと勘違いじゃないかなとかね思うことにしてますこれがだから自己否定感ですねはいそれでですね最後お子,お子様の話になってみましたね、えー、ちょっと興奮してきましたね <laughs> えっとね んこれはね多くの人に受け入れられないことかもしれませんしアベリエさんにちょっとね、あのーまあ、問題提起になっちゃうかもしれないんですけども、まあ、まさにアベリエさんが言ってることはりっちゃんが言ってることはその通りだと思うんですよ。私はまだ親の経験がありませんから、あのー、こういうふうなこと言えるかもしれませんけどもちょっとね聞いていただきたいんですよあの。子供は親の影響で成長するっていうふうに私は思わないんですよね。うんあのー、子供はどっちかっていうと放置の方が親が関わるよりもすごくね 自由に可能性マックスまで行くんじゃないかなっていうぐらい思ってるんですよ。だからといって放置するわけじゃないですよ。で、親がする役割っていうのは、もうお金をね、求める限り与えてあげれること、情報を求められる限り与えてあげれること、人を求める限り与えてあげれること、この程度だと思うんですよ。で、子供がやることって何かっていうと決断と実行です。で、親がね、こうしましょうってやっちゃダメだと思うんですよ。うん。だから親がこうしましょうってやって、親がね。 えー、先にやっちゃうみたいなこと。それですね、決断と実行のチャンスを子供から奪わないことっていう意味で、子供を放置ってことです。決断するのも、それから行動するのも、親が介入せずに放置するってこと。こういう意味、わかりますかね。だから、放置っていうと、放任とかね、ほったらかしってことじゃないんですよ。ちゃんと親がやる,やる役割っていうのは、お金について責任を持ってあげると。人について、可能性を感じさせる限り責任を持ってあげると。それから、情報について、親がきちんと責任を持ってあげると。 それは、ね、失敗した情報を掴んだ時でも結論を持ってあげるっていうのも込みでですよ。で、子供が決断するときと行動するときは親は介入しない。応援することがあっても、いやいや、その決断ちょっとおかしいんじゃないのって全然思わない,、はい。その通りやりなさいと。やった結果で判断しなさいってことですよね。で、行動、親がね、率先して手を引いてやるってことはないと。私は思ってます。あのどうぞとやりなさいと。で、下手したら、拾う骨は拾ってやると。下手したら、責任は持ってやる。全責任は 親父が持ってやるからお前思った通りにやれねそういうふうな感じでどん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 協力してあげるってことはね私のできることかなと思いますちょっとなんかめちゃくちゃな言い方になりましたけどもお伝えできたかな <laughs> 今回のねりっちゃんの返信は以上のような感じですこういうふうなね子育て論とか世の中論とかっていうのは非常に面白いですね あの私がね今こうやって話したからって言って未来永劫この考え方ってわけじゃないですからね議論をする中で違った考えに触れる中で私はね変化する可能性がありますだからこそ正直に今は間違いかもしれないけどもこう思ってるってことを伝え続けられるんですよでも聞いてる人の耳ざるのいいことを言ってる限り何の議論も進まないですよね何の結論にもいかないんですよ自分の考え方を隠してですね相手の方が気に入るような答えを用意したからといってどうでしょうか どんな未来が先に待ってるでしょうかその場を取り繕うだけだと思うんですよ私はですね自分が100%正しいなんて思いませんただ結果的に今日この時点では私は相対的に多くの方よりもすごくねいい人生を歩ましてもらってるような気はします気はするんですよ気はするだけですよでも待てよとこれは歌方のものじゃないかなと いいつ転落すするるかかわらないなと思ってるんですよだからリスクヘッジリスクヘッジリスクヘッジって言ってるんですよね。<laughs> まあこういうこともね話すと長くなりますけども皆さんとね違った考え方っていうのはすごく貴重なものだと思います。まさにね同じ考え方も嬉しいんですけども違う考え方の方が学びになるし同じ考え方の中でももしかしたら同じ考え方が多数派になってきたら ちょっとこれは違うんじゃないか。少数決っていう考え方も、たまには少数派の考え方で実行するときも必要なんじゃないかなって思うとかね、いろいろあるわけでございます。さあ、今回のアビリエさんの動画の中から、私は、ね、いろんなことを学びました。そしてこのアウトプットもできるようになりました。本当にありがとうございます。これからもね、りっちゃんとこのワン,ワントゥーワンのやりとり、もっともっと続けていきたいと思います。皆さんもぜひね、私の方でもいいですし、りっちゃんの方でもいいですし、ミスターマヤミさんでもいいですし、山根さんでもいいですし、まあ、渡辺の水香さんでもいいですからね、あの皆さんにね、 この動画ををできる方はどんどんん個人メッセージを送ってていいただいてまあ返事が来るかどうか私は保証できませんけどもでもね聞くべき点があるものとか本当にね正直な気持ちをお伝えすると正直な返事が返ってくると私はね思うんですよねまあ返事が返ってこなくてもくじけないでくださいねあの返事をしないといけない義務はありませんのでえまあまあいろいろとねアクションを起こせば叩けば答えてもらえるみたいなね聖書ションにありましたよね叩けば開かれるかなんかそんなもありましたよねそうかもしれないですね まあ以上のような形でございます。動画ありがとうございました。安倍,安倍さんではまたね。